こんにちは、モン体です。今回の動画ね、えー、すごくね痛いいがっている方の動画なんですけれども音声がどうやらねマイクが壊れてしまっている動画だったっぽくってどうしてもね音声入れたらね変なクイーンキュイーンっていう音が鳴ってしまっているので今回は、えー、初めから語り動画にしていこうと思っております。今、ね、やっぱり、ね、押さえている場所っていうのは、 太ももの後ろとかあの今ね、えー、ふくらはぎかなふくらはぎをしているところなんですけれどもこのふくらはぎでねちょっと痛がってる姿わかるでしょうこれもねいい感じでね痛がってるんですけれどもどうしてもねあの音声がおかしくなってしまってて、えー、もう仕方がない状態になってますねこればっかりはねあのもう最近はもうマイクをね変えてね、えー、あのもう、 今の iPhone で、ね、音声そのまま撮った方がね、えー、結構綺麗に撮れたりとかするのでそっちに変えていったり,ったりしております。でこれねやっぱりねふくらはぎの、ね、ところの疲れっていうのはねやっぱ立ち仕事の人もそうですし足のね、ふくらはぎからねずっとね、えー、上に上がっていてね腰痛になりますよみたいなことをね動画では話してます。やっぱりね、ね、こここの、ね、背中あのふ,ふくらはぎのところを、をし しっかり緩めてあげないと腰痛とか足のむくみなんかはね取れなかったりしますねですからねここをねしっかりとね痛みつけてあげるぐらいまで抑えてあげるとやっぱり腰痛が取れていってくれますからここをねしっかりと緩めていかないと、えー、なかなかね、えー、全身の疲れって取れにくいんですよねで皆さんね、えー、よく知ってると思いますけれども人間の体の 筋肉の70%は足が締めてますからその足をしっかりとね緩めてあげることによって全身の筋肉をね緩めてあげると全身が楽になっていていくれますまたね、えー、足のねふくらはぎをねしっかりとね何、えー、て言うのかな 抑えて疲れを取ってあげるだけでもね本当にね腰痛とか膝痛とか、えー、すごく改善してくれますので皆さんもね持ってる機会があったりすればね、えー、それでねしっかりと膨らみを抑えてあげてください私なんかもね最近マサト先生に、えー、抑えてもらって「あそこ痛いよ痛いよ」って言いながらも受けたりしてますですからね、えー 本当に、ね、ふくらはぎの疲れがたまられた方は、ね、筋膜リリースの,なんか、ね、あのローラーとかもあったりしますからそれを、ね、しっかり押さえてあげたりとかしても効果的だったりしますねで今ね、この時期もう10月2022年のまあ10月になってきたんですけど急激に気温が下がったりすると、ね、やっぱり、ね、足を冷やしていると、ね、体調を崩してしまいやすくなったりします。 実際ね、私ねこの動画ね作成しながらねえもうね膝掛けしてえお尻のカーペットをつけてねもう完全防御、えー、完全防御しながら作ってますというのはやっぱり足をねしっかり温めてあげるとねあの全身の疲れってね取れやすくなってくれるんですよねなのでねあの足を温めてあげるお尻温めてあげるとかそういうことをしてあげるようにするだけでもね、えー、本当にね足の疲れとかってね取れちってすよね total してくれるんですよねなんでね皆さんもね、えー、本当にね足の疲れとかね腰痛とかある方はね足元をぬくめてみてあげてください。で仕事的にねどうしてもね足を温めにくいっていう方はねタイツを二重履きしたりとか温、まあ、かいタイツをしっかり履いてもらうようにする本当にね雪山用のタイツとかそれを履いた上にズボンを履いてもらったりとかするだけでええー、全然足の冷えが違うなんていうねこれからの寒い季節なんかにはね、えー しっかりねそういうふうなことをしていただくとやっぱり効果的だったりしますね。特にね私奈良県民なんですけれども奈良の人とかえっと普通の方ね雪国じゃない方々ってね結構ねズボンの下にねタイツを履かないことって結構当たり前だったりするんですよね。で寒い地域の方なんかねあの札幌とか釧路、えー、とかま昔行かせてもらった時ってえっとタイツを履いて ズボンを履いてその上に暴風の何て言うのかな、えー、ズボンを履かれてたりとかされてるのを見ててあやっぱり寒い地域の方がしっかりは温められてるんだなっていうのを、うん、があったりするんですよね。ななかなかか、ね、関西とかだったら えー、奈良県とかだったら、ね、意外とね寒いくせしてそこまでしながったりとかするんですよね「ズボン1枚で耐えてます」とか「タイツ履きません」とかまあね若いうちはそれでもいけるんですけれどもやっぱりね年取ってくるとねなかなかそうもいいい言えなくなってきますですからね30代超えて40代超えてきたらねあのタイツね男性でもね捨ててことかよりもタイツ履いてズボン下を履いてあげて足を温めてあげるように するだけでやっぱりタイム効果的にね変わりますからね是非それやってみてあげてください。あとねもしできるんだったらね、まあできもうまあ、私は人に言ってるから必ずやってますけれども毎日湯船に浸かること。 これですよ、ね、もうねずっと言われててね「若田は先生そんな分かってます」っていう風に言われますけれども湯船に使って15分ぐらい使ってあげるとね全身の、ね、体の疲れが取れてくれてね何、えー、て言うのかな体が楽になってくれますから。 ぜぜひぜひ温まってくださいただね分かってます先生15分湯船に使った方がいいっていうのは分かってますでもなかなかっていう人もね結構いると思います <laughs> まあねできたら週に1回ぐらいでもねやってほしいですね分かってるけどできないからまあうちの店もん絶生態なんかがあったりするんですよね そうなんです。やっぱりね,ねそういうふうな、ね、分かってるけどできないからうちの店が存在しますからね本当、えー、はねこれ痛がってる動画なんでねすごくね本当はねもう私の解説なしにねどん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 作っていこうかななんて思ってたぐらいですからこれねいい動画なんですけれどもねマイクが壊れてしまっても仕方がないね仕方がないですけれどねこうやって喋りましょう。はい で足のねこのふくらぎまあ温めてくださいっていう話でしたけれども、うんやっぱりね温めるだけで本当に変わりますからね。私なんかもまああの動画はね昔から見ていただいている方だったら、えー、回し物じゃないですが、えー、冬冬場になったら私は、えー、モンベルのねメリノウールっていうね素材のね、えー、下着をね、えー、履くようにしています。それ履くだけでねやっぱりね足の疲れがね劇的に変わります。それ履いてないとね。 足の疲れが取れないのですからね。で、今からね、えー、ふくらはぎ、えーえー、じゃないえー、足の疲れがまあ、これえー、何、えー、何腰に上がっていきますよって説明していましたね。あはい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 。でほほら本当に痛そうなんですよね。この痛そうな動画をね皆さんに見せてあげたかった。 で音声聞かせてあげたかったんですけれども今回はね本当にマイクの不調で仕方がない、まあ、まあまあこんな感じですねでこの方のね動画のこんな感じで続けていきますからね、まあ、とりあえずね何言いたかったんだかなああそう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 。 足元を温めるですね、えーまあ。これから冬の季節になってきたらね体調不良になってくるっていうのはね足元のね、えー、疲れから来たりとかしますから本当にね、えー、っと今のこの方みたいにね足を出さずにねしっかりね足を温めてあげるとねやっぱり効果的ですからねやってください。でメリノウールとかね言いましたしね、えー、それやるだけでもねまあ あの見た目、そんなに気にされないとかいう方だったら、外歩かれることが多い方だったらね。あの何ユニクロのシャカシャカパンツとか防風パンツとかズボンとかああいうの履くと本当に変わります。私ね、昔山登りもしてたんですけれども、急激に気温が下がった時にあのね。本当にね。体調がね。ガクガクっておかしくなるんですよね。おかしくなった時にね。あの。 ダウンのパンツを履いたらねあ体調戻ったっていうことがありましたけれどもやっぱりね足が冷えるとね全身劇的に寒くなるんですよ、ね、なのでねそんなことが起こったりしますから是非ねあの足元はね寒いと思ったらもう一枚ズボンを履くみたいなね ええことをされてみてもいいと思います。山登りされる方だったらわかると思いますけど、急激にね気温が下がって風があ下がると本当にあれ体あの低体温症になっちゃったりとかして、あこれ危ないっつってあのズボン履いたりされると思うんですけども、あの何レインウェアを着てなんかできるだけダウンをか 取ろうみたいなあれぐらいしないとねやっぱりね体調がおかしくなったりとかすることって結構あったりしますからそれもねやってみてあげてもいいと思いますですからね、まあ、車で動かれてる方でしたらね降りる時にちょっとだけだとかだったら全然大丈夫だったりするんですけれども本当にねあの外で歩かれる方とかであれば、えー、ズボンをねもう一枚履く。 も,もしくはタイツだけでも履いてあげるようにね冬場になったら必ずしてあげてくださいそうしないとねやっぱりね体調がおかしくなってしまったりしますで2、うん、つ目にね何回も言ってますからね湯船に浸かることとかね これもでででききたらねねねやってほしいんんだけどな、ね、ななかなかできないんですよ、ね、分かっちゃいるけどできないやっててもしんどいっていう人はもうぜひうちのね悶絶生態まで足を運んでいただいて先生遠いからいけないっていう方もおられると思いますけれどもそれを言う方はねこの動画を見てねまた言ってんなこいつはまた同じことばっかりしか言ってないぞなんていうね ことを聞きながらね、あのまただらだら動画を見ていただければいいんじゃないかななんて思ってたりしますからねあ。痛そうな動画ね、これね、見せてあげたかったんだけれどもね、まあまあ仕方がないですね。あも、まあ、うそろそろこんないい時間になってきました。今回はね、ふくらはぎ編ですね。ふくらはぎの重要な話をね、言ってましたけれどもねえ、こんな感じでした。えー、皆さんね、またね、えー、次の動画を楽しみにしていただければなと思います。以上、門前絶生態みつもでした。またい,、えー、いいねねとかね、えー 見てくださいじゃあまたねバイバイ